け。ニャマステ、コゲン自動車のジュンケルです。今回もご視聴いただきありがとうございます。それでは前回の外装チェックに続きまして、今回は下回りの確認に入ります。でちなみに、本来計画してたのは今回の動画で C サンバー、D サンバーの下回りを一気に公開して、どっちが良い状態であるかという勝負結果を配信する予定だったんですけども、今 C サンバーの方から見ていただくためのアンダーカバー等を外している作業の中で、もう全てのまずネジが全く錆がないで、ちらっと確認はしてるんですけども、とてつもなく状態がいいので、今回は C サンバーの下回りの現状の状態を詳しくお伝えさせてもらおうと思います。それではじっくりとご覧ください。マジですごいっす。それでは下回りのすごい良さを説明します。ちなみにこちらは下回りの塗装をした形跡は一切ございません。まずジュンケルチェックポイントから見ていきます。 Y 字フレームですね。これももう見るまでもなくめっちゃ綺麗なんですよ。ほこりついとるんですけど、拭いてもらえればわかりますわ。全く錆がないっす。もうテカリもまだ残ってるぐらいですね。反射して映るぐらいなんで。フロントのフレーム全部そんな感じですね。ほら、反射して僕の手が映るぐらいのテカリも残ってると。で逆側のフレームも見て、これ見て、テッカテカ。もうこの辺まだテカリ残ってるんで、この時点でもうすごいですね。下回りをこれまで塗装されていない一つの証拠としましては、このアームですね。もしこのアームを錆止め塗装した場合、少しでも、これが魚市場駅のタンクになるんですけど、これにかかるんです。でもこれ一切かかってないんで、新車で購入してから下回り塗装は一切されてないと。でもこの状態で、かつここを塗装するとこのパネルにも若干ミストがつくんですけど、一切ミストがついた跡がないと。これが証拠になります。で次はリアのアンダーカバーのネジですね。ここについてたネジ、このネジの錆の状態なんですけど、ついてたネジがこれっすわ。これもうこの時点でまず僕のチェックポイントとしては完全クリアっすね。もう新品かっていうぐらいの状態です。で次のチェックポイントですね、これっすね。これがいち早く錆びるんですけど、この中も含め、まあ、外はもちろん錆が一切ないんですわ。で次はここっすね。この中、この中なんですけど、いくら極上車といえどほぼ絶対的に錆は発生してるはずなんです。ちょっと照らしてみますね。ほら、まずこのネジですね。このネジを見てもらえればわかるんですけど、錆びてないんですよ。で下側ですね、この下側に水が溜まりやすいんで、ここも最低限のポツポツとした錆は出るはずなんですけど、ちょっと拭いてみますね。ほら、全くないんですよね。このネジがピッカピカであることにもう本当感動っすわ。マジかって思いますわ。あとスペアタイヤの状態ですね。はい、これが取り付いてたスペアタイヤの状態となります。まあ、これも拭くまでもない、綺麗であることが、ほら、すごいっすよ。もう、絶対的に綺麗っすわ。笑ってしまいます。ニヤついてしまいますね、なんか。
こんな状態でノーサビですね。その他も驚く箇所はいっぱいあるんです。まずさっきのアンダーカバーのこのネジですね、このネジがサビがないとということをお伝えしたんですけども、その他のネジも、例えばこいつ、これもこのスクリューになってるネジってもう速攻錆びるんですけど、全く錆びてないと。全部のネジが錆びがないんです。これは泥除けについてたネジなんですけど、このネジももう速攻通常錆びるんですけど、見て、全く錆びがないんです。はい、ではちょっとボディ側に戻りましょうか。次のポイント、タイヤハウスのガソリン給油口の内側ですね。ここも極上車でも錆びは絶対あるんですけど、見てこれ。まずここがまあ内側なんですけど、まずこの箇所ですね、ここ一部茶色く見えてるんですけど、これ錆びじゃないです。もうこれ何もしてないんですけど、まずここにテカリがまだ残っていると。でさらに拭いちゃうと、まあ、これも錆びじゃないんで、これこの茶色いのはブレーキパッドの鉄粉が中に入り込んだのが、付着してるだけです。ほらこの茶色いのがね、これどうすか。あともちろんガソリンのパイプもピッカピカなんですよね。こういうところも少なからずサビは発生するんですけど、ほとんどサビがない。でこういった内側ですね、こういった内側も溶接されてるんでサビやすいんですけど、ここがね、サビがないんですよ。ほらサビてないんですよ。もう一つはここの腐食しやすい箇所ですね。ここも大抵は、まあ、腐食穴がなくてもちらっとサビは出てるはずなんです。腐食なしですわ。これはついてたカバーの跡ですね。これはちょっとぶつけてこすった跡になるんですけど、こういうところ、こういうところ全く腐食がない。よーく見てちょっとだけでも来てるかなっていうのもない。これきっと中もサビがないと思います。ではこれの逆側も見ていきましょうか。はい、こちらが、逆側の運転席側の、タイヤハウス内になります。通常ここにカバーがついてまして、このカバーを外すとこのフレームが見えてくると。でこのフレームもほぼと言っていいほどサビはあります。でもこれがね、ここ絶対サビあるんですけど、これないんすよ。上もないんすよ。どういうこと？どういうことマジで。ここの角が溶接してるとこなんで、ここも錆びるはずなんすけど、ないんすよ。全くない。しかも、テカリも残ってると。で、次が、フロントのショックですね。このショックの、ここですね。ここも大抵錆びるんすけど、まあ、鉄の材質上もあるとは思うんですけど、いち早く錆びるのに錆びてない。何このテカリ。こんな状態が10年以上経った車であり得るのかというぐらいの驚きを今感じております。僕、ほら何これ、なんで錆びてない。でちなみにこういったところですね、こういったところも、まあ、これは少し出てんのかな？汚れか。あ、汚れやな。汚れやな。こういったところも錆びやすいんです。で、こんな風に錆止め剤をハゲで塗ったような跡あるんですけど、これはもう多分ですよ、新車の時に塗られた錆止め剤だと思います。サンバーは本当ちょっとどのタイミングかわからないんですけど、最後の方はもう新車の時からポイントは、こういったポイントはハケで、まあ錆びやすいからだとは思うんですけど、塗られてるんじゃないかなと思ってます。なんで新車の時に塗られていたこの錆止め剤もまだ残ってる、ある意味っていうところが、これまたすげえなと思って。はい、で運転席側の腐食しやすいここですね。いきますね。見てよこれ、何これ。この黒いのはカバーの跡です。カバーの跡なんですけど、この辺っすね、
全く大丈夫。あと錆びやすいところ、あとはここっすね、リアのこの箇所、ほら一切錆びてないんですよ。よーく見るとこの辺にちょっとだけ錆びは来てるかなというレベルです。これ鉄板薄いんですごく錆びやすいんですけど、これこのレベルっすよ、このレベルで。このサイドのアームも同じように錆止め塗料をハケで塗っている跡が、まあ要んとこですね、あるんですけども、まあ錆びがない。ここも普通錆び錆びになるのに、見てネジロックの跡も残ってますからね。何これ、ここも一緒っすね、ほら。で次はこれっすね、これが、冷却水の補助タンクになるんですけど、これも大抵白く劣化していて、中に入っている LLC の量が見えないんですけど、これ見てしっかりと見えるんです。以前交換したものあるんですけど、これがこの差っすね。これも日光当たってこんな白く劣化するんで、けどこれ全然劣化してないんです。はい、じゃあ次は、裏側を見ていきます。いくらなんでもここは若干でも錆びるだろうっていうのがこのアーム、これも見てくださいよ、これほら、なんじゃこれ、マジかっていう錆びなしです。ちなみに上側、この上側も水が溜まって付着しやすいんで、まあ外側よりこの上側から錆びが発生してくるんですけど、ないんですよ錆びが、カピカ、新品かっていうぐらい錆びてない一切。でこれっすね、ここのアームにもくぼみになってるんで水が溜まりやすいんで、すごく錆びやすいです。錆びてないんですよ、ほらこのネジの頭に少し錆びがついてるレベルであって、ここに錆びがない。こいつはちょっと白っぽくなってますけど、拭くとほら出てくる出てくる、あこれはこういう色なんや、ほらほらほら拭くとね、どうすかこの状態で、これかこういうレベルでもこれはこうなるんですね。はい、逆側もほら指が反射して映るぐらいの光沢が残っている状態です。それではさらに見ていきます。広域のこれですね、ここが錆びやすいです。ですがちょっと拭いてみますね、ほら、まずはこのつなぎ目スポット溶接されたとこですね、ここに最低でもうっすら錆び発生してるはずなんですけど、まずここに錆びがない、ここも錆びてない、ここっすね、ここには若干錆びあるのかな、あ錆びてねえな、ここも錆びがない。あるとすればこれもちょっと茶色く見えるんですけど、拭いて取れる錆びか汚れか、まあ、ちょっともう本当わからないレベルですね。唯一言うならばここにちょこっとだけ錆びがついているレベル、あとこの穴の周りですね、この穴の周りに少しだけ錆びがついているレベルですわ。すげえよマジで。じゃあ次はラジエーターとコンデンサーのところですね。これがラジエーターでこれがコンデンサーか、これも見てよこの綺麗さで、この支えているこの鉄っすね、鉄のアームっちゅうんか、これも普通抹茶色なのに新車当時の綺麗さがまだ残ってるっていうぐらい綺麗。ここも綺麗、ここも綺麗、この奥側のこれも綺麗。この辺ってやっぱり水汚れがすごく溜まるんですよ。なんでこの辺からまあ錆とかそういうのがつきやすいんですけど、全くないんですよ、これも全くないんですよ。じゃあ次はこいつの内側になります。はい、これが内側になるんですけど、もうご覧の通り、どうすっかな、何がすごいかっていうと、もう全面的に
まあ、内側から見た、ね、ラジエーターになるのかな、ラジエーターもあんな状態、あんな綺麗な状態であるのと、あと本当にこれはさすがに錆びるっていうものが、このチューブを止めているカシメネジっていうんですか、これがね一つも錆びないんですよ。今つけた新品かっていうぐらいの状態。チューブももちろん綺麗ですし、これどういうことマジで。これすぐ錆びるんですよね、これも。まあ錆びたからどうだっていうことではないんですけど、この、輪っかもそうなんですけど、ほら、全部ピカピカなんですよ。これすごくないっすか、マジで。次は、真ん中、中間地点の裏側っすね。これが、ガソリンタンクになります。ガソリンタンクには、まあ、泥汚れがみっちりついてるんですけど、まあ、大丈夫っしょ、これ。はい。この辺が、拭いた状態です。まあまあ、そりゃ、これは大丈夫でしょうね。あとは、ここのパイプっすね。これもポツポツと、E サンバーでも、サビは発生してるはずなんですけど、見て、あ、ここにちょこっと、こんなレベルっすね。E サンバーでもこんなレベルのサビはあるんですけど、まあでもあるっつってもこれぐらいか？パイプのサビといっても、もうこのちょんちょんのレベルっすね。で、こっちがミニフレーム下っすか。これも、うん、ポツポツの表面上だけか。全くサビがないわけじゃないですけど、でもこのレベルが保たれてるんで、これね、すごいことなんですよ。内側は、あ、内側やっぱ綺麗やな。まあ、この裏側は、まあ、飛び石が当たったりとか、特に水がつきやすいんで、まあ、これもほとんどないって言っても過言じゃないですけど、この状態でもすごくいいっすわ。次は、リアの、このパイプっすね、錆びやすいのが。このパイプと、これ、名前ちょっとわかんない、出てこないですけど、これと、これが、普通、まあ、ここは、アンダーカバーで、見えない箇所になるんですけど、取ると、これと、これと、ここに、絶対と言っていいほど、サビが発生してるはずなんですけど、もう、拭くまでもなく、もう、こっからテカってるじゃないですか。ない。サビなし。これも普通抹茶色になっとるんやけど、まずこのネジにサビがないのと、ここにもサビがない。ここも同じくサビがなしです。はい。あとはリアの足回りのアームっすね。ここもどうしても抹茶色になります。絶対になるっていうぐらいになってます。ただこれは、ほら、この状態っすよ。この状態、数字もまだ見えるし、本来はこの数字も消えてなくなってるんですよ。それが数字も残ってると。うん。逆側も同じような、ああ、いい感じっすね。で、ついでにこの隙間から、まあ、エンジン周りのダイナモとかその辺が見えるんですけど、見てこれ、全部ピカピカでしょ。ほら、すんげえ綺麗。どこを見てもなんか感動もんなんですけど、あとこれがリアのパイプっすね。リアのパイプっていうのが、まあ、マフラーがある裏側になります。この裏側も前からやってきた水と泥汚れがこの辺に付着しやすいんで、こういったカバーからサビが発生してくるんですけど、じゃじゃん、ないない、サビがない、ないない。で、このカバーも錆びてない。錆びてない。で、その横にあるのが、まあ、マフラーを止めているアームなんですけど、これはちょっと錆びてますね。通常であれば、これぐらいの錆びがあるんですよ。こういうところ、こういう箇所に。さっきの、このアームですね。このアームも、これぐらいの色になってるはずなんです。それがね、ないんですよ。これはエンジンオイルのタンクっすね。ああ、これもすげえな。エンジンオイルのにじめもないし、このピカピカさ、
ありえますか、こんなの。で、アコの箇所ですね。アコがまあリアについてるファンになるんですけど、ちょっと照らしますか。ほら、ここもね、見てこれ。まだこの辺にテカリが残っているぐらいですわ。拭かなくても。で、このカバーですね。このカバーもペラペラなカバーなんで、特にこの内側は抹茶色になってるはずなんですけど、サビがない。で、これがマフラーっすね。マフラーも全然大丈夫っすね。OK。まあ、この先っちょにちょっとサビが、ちょこっと当たったのかな。ちょっとサビが発生してるぐらいで、全く問題なしです。で、次は、リアタイヤの箇所の、このアームっすね。このアーム。ここも、サビで茶色くなるはずなんですけど、まだこんな状態っすよ。ここも絶対的にサビがあるのに、見て、サビがないんです。で、これがバッテリーですね。バッテリーの裏側。これも木ですね。ほら。バッテリー台の裏側もサビが一つもありませんと。これ完璧じゃないですか。ネジ一本一本見てもね、完璧なんですよ。こういったネジ。これがもう錆びてない時点で他錆びてないんですよ。これも、これも、これも、これも。これはやりましたね。あと、あ、このブーツ破れてるんで、交換ですね。で、この箇所から見ても、もうこの辺もね、めっちゃ綺麗っちゅうのがお分かりになると思います。はい。とりあえず、下回りの現状の状態でございました。まあ、この下回りの良さを見ると、昨日お伝えした、まあ、外装のああいうパネルの凹みとか、このバンパーの傷、割れとかはもう全然大したことないレベルに感じております。こういった凹みもですね。もう外装はどうにでも綺麗にできちゃうんで、この下回りに負けないレベルで綺麗に仕上げていきます。で、ちなみにこのサンバートラックは、主に何の用途で使ってたのかなという予想なんですけども、あれが外したアンダーカバーの裏側ですね。これが裏側になるんですけど、まあ、ついている汚れっちゅうのが、なんやろこれ。なんか砂利みたいな小石っすね。小石。これは草っすかね。なんか枯れた草がついている。ああ、こういう砂利の小石がなんか多いっすね。砂系というか。こんな砂利普通の一般道路走っとっても溜まってくるんで、ごめんなさい、全くわからないっす。はい。以上が C サンバーの下回り現状の状態でございました。で、こちらの、最終型年式が22年式になるんで、少なくとも、12年は、経過しているサンバートラックになります。12年ですよ。12年経過しているのに、この状態、しかも軽トラで、多分、なかなかこれぐらいの状態を保たれているサンバーは数が少ないと思います。これからさらにジュンケルリフレッシュで、サビ止め作業を施していきますので、このサンバーはかなり長生きすると思います。それでは次回は D サンバー JACO の下回り状態を見ていきます。 D サンバーも同じぐらいの状態だったらすっごく嬉しいんですけどね。それではまたねー。